マヨガガールズ未来の鑑定士発掘バトル。こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を子先生に100点満点で採点していただきます、はいはい、得点の結果はランキングにも反映されますので頑張ってください。お願いしますよ、はい、さらに90点以上獲得したガールズには電話占いマヒナの40分無料鑑定を差し上げます。今月のカードは植物や風景、食べ物などの豊かな色彩が鮮やかなカラーカード。色に隠された秘密の言葉、45の色を表現し、その各々の色が持つメッセージをカードを通して受け取ることができるんです。今回はテーマ何でしょうか。はい、今回のテーマは結婚運です。結婚、はい、ね、気になるとこでしょうね。はい、相手はほのかちゃんとよしのちゃんです。はい、これだ。ほら、素敵な色。すごい。はい、お願いします。鑑定開始。しほみちゃんが選んだ色はプラムという色で、試練を乗り越えるというふうに書いてあるんですけど、今までの恋愛でちょっとこうあんまり成功してなかったところがあったのかなっていうのを感じます。でもそれを乗り越えた先にしほみちゃんの心が成長して素敵な結婚生活を送ることができるんじゃないかなと思います。そこまで。結婚よりも先にやはり仕事であるとか、うん、あと自分というものとのもっと深く関わっていくとか、やることがまだいくらかちょっと残ってるかな、課題がっていう感じがするんですよ。でもそれと逃げずに立ち向かえばとっても素敵な男性に出会えると思うので、あともうちょっとの辛抱だよっていうところだと思いますね。まだまだちょっとお子ちゃまでっていうところですよね。まだ早いかなって感じしますね。今の鑑定は何点でしょうか。83点。おー、すごい。結構高得だ。なんだろう。おー、来ましたね。ブラック、ついに。ただポジティブなカードですからね。そうですね。鑑定開始。ブラックはですね、こちら闇夜に豊かさを見出すと書いてあります、うん、今ただ辛い時期なだけで、一生懸命これから頑張っていけば、これからどん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 いい方向に向いていくので、いつか光を照らしてくれる男性が現れて、いずれ素敵な人と結婚するんではないかなと思います。そこまで。自分の内側にある結婚に対する誤解とか、誤った感じ、思い方っていうのをちょっとその訂正するというか、そういう自分の内側とじっくり会話をしましょうねって、まずはそこからですよっていう、結婚はそれが終わった後ちゃんとベストな方が出てくるんじゃないのかなって思うので、はい、今は自分とゆっくり会話をするっていう時期だと思います、はい、君たちは結婚を簡単に考えてる。先生、結婚は幸せの塊だと思って、結婚は忍耐です、ね、忍耐、忍耐、忍耐。3人のパパが言うとリアルだな。今の鑑定は何点でしょう、先生。そうですね、じゃあ77点です。77点、うん、はい、ということで勝者は、はい、ほの